今やっております。だってさ、ショールームチケットあるけどさ、あんまり住みたくないじゃん、やっぱいざという時のためにさ、っていうことです。そう、今日は800日目なのですが、忘れておりました。こんばんは。そうそう、あ、そうなのよね。なんか例えばインフルなりました、コロナなりましたとかさ、なってもさ、まあ、5日間ぐらいさ、まあ、何があるか分かんないけど、多分5日間ぐらいはさ、お休みしないとじゃん、ショールーム。まあ、最低でも2日3日は。とか、休養ができて、できなくなった、なってとか、それこそコンサートとかも、今回のコンサートね、めっちゃ朝が早い気が、早いの多分聞く話によると。だから、そしたらもう1日できないから夜も遅いし。だから、まあ、いざという時のために。でもなんか、チケットもらえるんよ、チケットは。毎日配信の継続チケットは。なんか、メンテナンスしてる時にもらえたり、普通に今連続配信何日か続けてるともらえるんですけど、その影響で、私はね、ちょっと風が多いので風が多いのでね、あんまりなんですよ。でもね、もう今日めっちゃ時間あったのにさ、何もしてなくてさ、そのダンスの練習を。本当にそう、備えあれば憂いなしです。なので今日頑張ってやりたいと思います。なんかさ、頭ではできてもさ、意外とさ、なんかその場にやるとできないんだよねっていう感じです、私は。しかもこの前、ここの触覚自分で切ったらめっちゃ失敗しましたから、ちょっと今は慣れました。巻いたらいい感じなの。巻かなかったら姫カットみたい。やっぱね、美容師さんにお任せすればよかったと思いました。まあ巻くので大丈夫です。こう、なんか何も触覚うまく巻けない、かけ、なんかできない。でも前髪はいつも自分なんですけど、触覚切りたいってなったら、触覚切りたいってなったらね、だいたい美容室行くんですよ。美容室で前髪カットをしてもらうために1000円を出していきます。そう、いつも言ってるメイクさん、メイクさんの美容師さんにお願いしていますが、なんかたまに自分で切ってみようかなって、切れる自信があるから切ってみたけどダメでしたね、ちょっと。でもこれでもう2日間公園出たんですよ、私これで2日間公園出て、こんな感じで、これを巻くんよ、こうやって巻くんよね。これだったら、まあ多分でもこの状態だったら多分みんな姫カットっぽくは見えると思う。こう巻いてるからね、いつもこっちも。そう、
こんばんは。え、クリスマスマーケットね、行きたい。マジで行きたい、クリスマスマーケット。なんか成人のとかに行きたいんだよね。でも昔はね、めっちゃ嫌だったもん。なんかお母さんと、お母さんもクリスマスマーケット嫌だっていうのねそう、人が多くなるからって。けどなんかまあ、私が小5の時に、まあその頃はもうまだまだそういう、今だったらもう結構遊んだりするんですけど、天神やら博多やらもいろんなところにカフェに行ったり。でもその頃はそういう別に行かなくて、そう、遊ぶ時も近所の誰かの家か近所の公園か近所のショッピングモールみたいなところに行ってなんですけど、そうなんだけど、なんかその時はお母さんが博多かな、博多のねクリスマスマーケットに連れてってくれたの。でももう人が多すぎて、もう早く帰りたいって言って、そうケンタッキーのチキンを買って帰ったんですけど、そうって感じだったんだけど、なんか今は人多くてもなんか慣れっこですよね。なんかね、本当に人多いとこ苦手だったんだけど、そう。けど今は全然平気です。なんかやっぱ私って染まりましたねと思いました。もう大人になったかな。慣れただよね。なんか染まったっていうか慣れましたね、ただ単に。やっぱカラコンしてないからすっごく嫌な、やばい顔が。カラコン大好き人間。こんばんは。でも、うん、なんだろうね。でも昔なんか私って結構外行くんですよねなんかインドアなのかアウトドアなのか分かんないんだけど、アウトドアっていうアウトドアではなくて、お買い物とかのインドア系の外外出が好きなので、そうお買い物かな、遊びに行くっていうか、とかカフェとか、まあ、行くどこに行くにしてもやっぱ室内、まあそりゃそうなのかな、なんかあんまりそういうアウトドアっぽい運動って感じじゃなくて、ショッピングとかそんな感じなんですけどそう、目的決めないで、ないです。なんか何かしら予定ないといかないかな、マッツパ行くとか、まあ、公園あるとか、そういうのじゃないといかないの、全く外遊びに行くとか誰かとね。なんか割と立て続けにあってもなんか用事がね、でも全然いつでも遊び行けるタイプ割となんですよ。そうだね、インスタで探しますね、場所は。そう、そう、でもフッカルだから、私多分フッカルだから、普通にアフリ公園のボートは乗ったことないかな。アフリ公園には行くけど、そのボートには乗りません。そう、でも
割とみんなを遊びに誘ってやったりもします。はい、ご飯行こうとか遊び行こうとか、でやっぱり昼公演終わりとかだったら誰かしらなんか遊びたいじゃん、せっかくメイクしてるから。でもなんか意外と普通のあれなんですよね、私的には普通の感じ。え、なんか私の MBTI 的になんか寝るの大好きなんですよ、多分なんか寝るの大好き MBTI らしいんですけど、私別に寝るの好きじゃなくてそんなにそう寝るの好きじゃないんだけど、でも MBTI 診断したら必ずそれなんか ISFP か INFP、まあ、性格診断ね、 MBTI 診断するといつも ISFP か NFP NMFP NM NNFP なんかあんま性格とか覚えてないですけど、そう IS は寝るの好きらしくて、別に寝るのが好きっていうかは眠たかったら寝るだけなんですよ。寝るのが好き、ゴロゴロするのは好きだけど寝るのは別に好きじゃないからなんか難しいですよね。そうでもどっちが自分に当てはまるかな、調べてみよう。どっちが自分に当てはまるのか、なんか分かんなくない？なんか自分ではこう思うけどさ、なんか相手からしたらさ、違うよみたいなことあるかもしれんやん。これは分かんないよね。INFP から見てみます。仲介者。控えめまたは静かそうに見えるかもしれませんが、心の中は情熱であふれ、生き生きとしている人たちです。独創的かつ想像力豊かなので、いろいろな想像をしな空想をしながらさまざまな会話やストーリーを作り上げることがタイプでしょう。うん、教科に行く、なんかあんまりわかんないんですよね、難しいから。なんか難しいよ。そうなんかヒーローが INFP だった気がする。この前さ言ってたやん、あの MBTI の仮想、多分それでヒーローがなんか、影響管理って言うか、うん、まあそうなのかな。 ISFP 調べよう。そう ISFP、 でもなんか ISFP って芸術家みたいな感じらしいんだけど、別にそんなことないんですよ全く。でも今ってなんかやっぱ時代だなって思うのが、なんか私が小学生の時にそういうなんか将来の夢を探そうみたいな感じで、私は別に夢がない人はこの診断とかしてみるのもいいと思いますよみたいな先生が言ってきて、そうなんかいろんなアンケートに答えて、し、あ、800円1だってありがとうございます。そういろんな診断サイトで診断してみて、当てはまるのが多いやつとかが自分に適色なやつなんじゃないっていうさもあるじゃん。だからそれでしてたんだけど、今はもう MBTI でそういうのをやるらしくて、ありがとうみんな800日。そう今って MBTI でやっぱ適色とか分かるらしくて、やっぱ時代じゃない、時代っていうかなんか新しいものができたよね。そう新しいものができたなと思います。
まず下の蓋にしまって、ね、なんかね、でもさ、それでさ、分かるのさ、やっぱさ、でもさ、別にさ、一つの性格にさ縛る、なんかその何、性格診断って多分16ぐらいあるじゃん。そのさ、それをさ、まあ世界に 何億人もいる中でさ、何十人もさ、何十人じゃない、8個に 何億といる中の8個に分けられるのってさ、すごいよね。MBTI っていつからあるんだろうね。なんかそれが気になる。いつからできたのでしょうか、 MBTI というものは、ね、なんかね、血液型を4つで分けられるね。でも血液型ってあんまさ、なんだろう、性格に関係ないって言うじゃん。でもさ、やっぱさ、偏見はあるやん。なんかこの A がちょっと几帳面そうで、 B がなんか大雑把そうでとかね、なんだろうね、それだって誰が作ったんだろうね。なんか血液型はさ、絶対さ違うって分かるくない？1950年くらいからあるあったっちゃったんだって。血液型は分かんない。でも MBTI ってさ、一個一個診断してされてるわけだからさ、あながちさ間違ってはないから信用しちゃいますよね、つい。そう、血液型はだからさ、血液型で性格分かると思ってたな、やっぱ昔ね。え、本当に違うのにね。でも普通に MBTI の、 10分ぐらいもかかるさ診断をさ、私たちは頑張ってこうやってやってるんだからさ、そりゃね、少しぐらい会っててくれるんだって逆に困るけどねって感じじゃない？55分になりました。じゃあそろそろ終わりにしますね。13位ムックさん、ありがとうございます。12位マーヤンさん、ありがとうございます。11位ショウタンさん、ありがとうございます。10位ミロンクラゲさん、ありがとうございます。9位エシタンさん、ありがとうございます。8位リョウダさん、ありがとうございます。7位ポッキーさん、ありがとうございます。6位ウラさん、ありがとうございます。5位ワンタンメンさん、ありがとうございます。4位ムリヤシさん、ありがとうございます。3位チャントクさん、ありがとうございます。2位タダの魚さん、ありがとうございます。1位アオイちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。グッバイ、ありがとう。さよなら。じゃあね。